はい、皆さんこんにちは。ベストカーウェブの塩川です。今日はですね、田んぼ特集ということで中部地方のとある場所に来ました。なんとですね、日産愛知自動車大学校の先生がとてつもないガレージを持っているという垂れ込みがありまして、もうこれ行かなきゃいかんということで今日はやってまいりました。本当にこんなところに先生が住んでらっしゃるのかというところにありました、ガレージが。ということで今回先生の秘蔵の愛車ととんでもないガレージをご紹介したいと思います。もう住所もなんだか分かんないとこなんですけど、指定の場所に来たらですね、もう Y31 の事故車があり、なんか怪しい車もあり、ここのオーナーの浜村先生です。あ、どうもこんにちは。こんにちは、はい、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。これ先生、はい、自分のガレージなんですかこれ？そうっす、やばいですねこれもともと工場ですか？そうですね、謎の工場です、ね。買っちゃったんですか？買っちゃいました。すごいな。早速これ、はい、これ何です？これ日産のセドリックですね。130セドリックというやつです。愛車なんですか？普段動かして？あ、普段乗りますね。すげえ。全然どこでも行けちゃいます、ね、どこでも行ける、はい。これなんか足元林ですよね。あ、さすが。そうです、これ林ストリートですね。当時もの、はい、すごいね。いや、いいな。先生今おいくつですか？今34です。34、はい車より若い。もう全然、はあ、素晴らしいな。なんかこだわりポイントあるんですか？こだわりポイントですね、うん、じゃあもういろいろありますね。まずテール、テールウィンカーの、ウィンカーの光り方からですね。ウィンカーの光り方が違う。ナンバーもよろしくだし、もう完璧ですね。あ、すごい。これ僕不勉強で申し訳ないんですけど、はい、これオリジナルなんですか？いえ、これ自分で作ったやつですね、はい。へえ、すごい。どうやって作ったんですか？これマイコンっていうのにプログラムを書き込んでって感じですね。すごいですね。これ法律的には OK なんですか？ OK です。さすが。それはね、自動車大学校の先生ですからねへえ。あとスピーカーですね。パイオニアの。そうです、光っちゃったりするやつ。ああ、光っちゃうやつだ。そうです、これ光らないやつなんですけど。光らしてる。そうですね、なんか文字くり抜いて。当時いっぱいありましたよね、はい、当時って言っても先生がいらっしゃらない時代ですけど光るのありましたよね。かっこいいですね。かっこいいですね、はい。すごいな。ちょっとじゃあ運転席も拝見していた、はい、させていただいて。またステアリングがちっちゃいですね、はい、重くないですか？あ、これ電動パワーステをつけたんですよ。ワゴン R 用のを流用して、はい、なんで楽々です、ね、楽々、はい。そんななんかジムニーにパワーステつけるみたいなノリでつくもんなんですか？ああ、もう全然案外いけます、ね、いける、はい。すごいな。じゃあこれでコンビニも行ってらっしゃるって言ってましたけど、はい、あ、そうです、全然いけますね。エンジンルーム見てもいいですか？あ、いいですよ。閉まる音もいいなおお、やっぱ6発ですよね。いや、もう最高ですね。ねえ、すっごい綺麗ですけど。いや、そうですかねちょっと汚いか。まあでも普段使いしてる感じはありますね、はい、そうですね、ところどころね。とエアコンのコンプレッサー、これがワゴン R のやつで、うん、あと ラジエーターコンデンサーは K13 マーチのを使ってます割とちっちゃい車の。そうですね、案外部品でいけましたね。生きてるんですね、はい、
じゃあもう全然エアコンもバリバリで、はい、夏も大丈夫。もう大丈夫ですね。すごいな。でマーシャル、はい、これももうしつこいですけど法律的には OK なんですね。あ、 OK です。すごいですね、はい、このチンスポイラーがなんか不穏な、はい、日産セドリックと、そっちなんて書いてあるんですか。浜村紹介です。これなんか副業かなんかじゃないですか。ブランディングみたいな。そうですね。すごいな。これも自分で彫られてるんですか。あ、そうです。遊び心満タンじゃないですか。最高ですね。最高ですね。で、日産車じゃない車もちょっと映ってますけど。あ、そうです。こちらは、こちらはマツダのスクラムっていう。スクラム、はい、これ僕が学生の頃、うん、原付と交換してもらった車なんですよ。原付と軽バンを交換したんですか。そうですね。へー、もうじゃあ思い入れのある。かなり思い入れありますね。これな、やっぱ塗装があれなんですか。あ、もう一回全塗装しちゃいました。これなんかインタークーラー付きターボって。あ、これも自分で掘りました。これ、はい、これ自分で掘れるもんなんですか。案外いけますね、やろうと思えば。はい、すごいな、芸が細かいな、はい、そうです。これも普段使いはされる。そうですね、割とこれはまあ荷物載せたり、うんうん、便利ですね。便利ですね。まあ便利ですよね。めちゃめちゃ便利ですね。すごいな、はい、へえ。で、はい、先生のコレクションは収まるところを知らずでちょっと遠くの方に見えてきましたけど。わ、そっち行っちゃいます。さっきも Y31 の事故車が外にありましたけど、これこれも全部 Y31、はい、そうです。頭はおかしいですよね。なかなか来ちゃってますよね。いや、もう Y31 大好きなんですよ。4台あるんですか今。今そうですね。はあ、大好きだけど動くのはないってことですか。ないですね、はい。あら、どれを起こそうと思ってるんですか今のところ。この真ん中。そうですね、こいつを。すごい。これはブロアム。ブロアムですね。どこで見つけていくんですか。これ基本ヤフオクですね。ヤフオク、はい。もう書類とかがあるのをそのまま。そうです。買ってきてみたいな、はい、ボロいの買ってきてって感じですね。確かに車検が32年10月だからちょっと前ですもんね、はい、すげえな。へえ。なんかもう何とも言えないんですけどすごいですね。はい。このピラーレスの感じとかね。あ、もう最高ですね。最高ですよね。ピラーレスハードトップね、本当にかっこいいです。日産の本当に黄金期って感じですよね、はい、で、このフェンダーミラーのこの子はちょっと聞くのが恐ろしいんですけど、はい、もしかしてタクシーだったとかですか、はい、あ、もうその通り。さすがですね。いや、これ懐かしいな。これでベンチだから前3人乗れるんですよね。そうなんですよ、6人乗り。ちっちゃい頃乗ったことある、はい、真ん中に。お、レアですね、うん、すごいな。へえ。え、自動ドアのあれもあるんですか。あ、そうなんですよ。あ、本当だ、あそこ赤いのがあります。これはこれで復活させるわけではなく。で、これはもう部品取り。部品取り、はい。あ、これマニュアル。そうです、コラムのマニュアルなんですよね。ですので、うん、こちらにマニュアルがこっちに来る、はい、する予定です。すごいな。でベンチシート6人乗りにしようかなと。すごい、はい、なんかプラモデルの改造みたいに言ってますけど割と普通の人できないですよね、そこまでね。ですかね。でも案外いけるんですよ。案外いけるんですか。案外いけるんですよね。すごいな。これも懐かしいですね。あ、ご存知です、はい、シーマホイールです ね、 シーマですよね。こっちは 117? 117クーペのホイールなんですね。こんなザックバランに置いてて大丈夫ですか。大丈夫です。このバンパーは、そしてあ、これは Y31 グランツ用のバンパーなんですね。ちょっとほらほらほら、もうおじさん見てくださいよ、これ
西武日産だよ。いやこれマジ熱いですよ。ちょっとこれ旧車好きはたまらんですね。これ剥がしたくないなって、ね、はい、はあ、すげえ。ちょっとここまででだいぶお腹いっぱいなんですけど、はい、まだ別棟があるんですよね。行っちゃいます。行っちゃいましょうか。行っちゃいます。すごいな、バイクもすごいです、ね、バイク好きですね。あのジャイロは何、ピザ屋かなんかやるんですか。やっちゃいます。学生の頃、うん、よく駅まで行くのに使ってた。あ、ジャイロ、はい、雨でも乗れる。でもめっちゃいいですよ。ちょっとちょっと、こっち何ですかこれ。すごい。え、なんかアメリカのさ、あれガレージみたいですけど。素晴らしい。ロードスターがあって。そうですね、ロードスター117クーペ。これセドリック。セドリックです。あらら、なんか車種の選定基準がちょっとよく分かんないんですけど、ロードスターはまずどっから手に入れたんですか。ロードスターは知り合いの人が、うん、まあ、降りるということで引き取った。そうですね、ちょっとオープンいいなと思って。なるほど、はい、で117クーペ。もうこれめちゃめちゃ美しいです、まあ、なかなかない形で。もう一目惚れですね、ボロボロなのでレストアしたいですね。これじゃあもうこの現状販売みたいな感じだったんですか。そうです、はい、あ、まあ先生みたいに技術があればね、復活させれると思うんですけど、まあ、あと時間とお金って感じですか、はい、そうですね。もう時間が、やっぱ鉄板も腐ってるところ一から作り直すのでだいぶ時間かかりますね。溶接までしちゃうんですか、ここで。もしかして。あ、ここでやりますよ。そういえばなんかこれさっきから気になってたんですけど、焼き付けするやつですよね。あ、そうです。これは乾燥機ですね。へー、はい、塗装までやると、板金まで。はい。いや、すごいな。これ貸せるんじゃないですか、この施設ね。好きな人に1時間2000円ぐらいでね。そうですね。こちらのセドリックはまた230セドリックですね。さっきが130で230も、はい、そうですね、230も。いやー、これまた渋いですね。はい、これも好き。そうですね、まあ、そんなに、あ、めっちゃ欲しいってわけじゃないんですけど、うん、あのちょっと安かったのでポンって買っちゃいましたね。そんな新しい今月のトミカみたいなノリで。そうです。いや、買っちゃったんだ、はい、これも結構腐りが多いですね。あ、先生的にはやっぱそのあれなんですか、板金とかが好きですか。やっぱそうですね、車体整備、板金塗装好きですね。好き。特にレストアですね。あ、そうなんですね、はい、なんでこういった燃料タンクなんです、はいはいはい、117クーペのこういうのもぶった切って。あ、そうですね、なんかこうやって綺麗にして、そうですね、また溶接してっていう感じで直してきますね。僕のロードスターこの前買ったやつも17年不動車 で、はい、わ、でタンクがもう全部もうサビの図鑑みたいになってて。そうですよね、はい、そのまま捨てて中古買ったんですけど、はいはい、クロートになるとやっぱこう部品もったいないから。そうですね、切って開けるんですね。切ってまだ全部サンポールとかして、ま、そうです。すげえ。いやいや、先生何を目指してるんですか。もう何目指してるんですかね。いや、でもこれお休み困んないですよね。あ、もう全然足らないです ね、お休みが。やっと土曜日来たみたいなね。そうそうです。すげえ。ちなみにあれエアコンついてるんですか。あ、もうちょっと電気代やばいんで切りました。はい、業務用ですもんね、あれね。そうです。いや、でも夏でもできちゃうんだ、はい、なんかパレットに怪しいものが載ってますけど。お、これ Y31 のマニュアルミッションなんです、はい、中古ですか。そうです、レアですね。すごいな。じゃあの Y31 のパトカーの本を出したんですよ、この前。あ、本当です。 YPY の。はいはいはい、めっちゃいいです。YPY ってなんか一時期なんか巷に出回ってた時期あるじゃないですか、はい、道路公団のとか。あります。欲しいですか、やっぱり。欲しい。
暑いですね。あれ3000cc でマニュアルなんですよ。めっちゃいいです。シートはビニールで、はい、やっぱそうなんですね。マニュアルからしたら、はい、じゃあ今度は本送っときますね。 ありがとうございます、はい、助かります。いやいや送っときます。で こっちもこうやって部屋があって。そうですね。まずちょっとこっち気になるけどあっちから行きましょうか。はい、こちらは何なんですか。あ、もうこっちは道具とかですね。あ、倉庫みたいな感じですか。はい、道具。あのオイルのペール缶のあのこのこれ、はい、普通の家にはないですね。これ必須ですね。これ楽ですもんね。楽です。非常に楽ですね。すごい。売ってるんですかこれ。これ全然売ってますね。へー溶接機とかですね。きっと工場ですね本当ね。サンダーもすごいいっぱいあるしこれはすごいな。でこちらの車は、こちら友人のお友達の、そう、車なんですけど、はいはいはい、R31 スカイラインですね。いやいや、かっこいい。かっこいいっすね。はい、これ僕が学生の頃に初めて全塗装した車なんですよ、うん、あ、そうなんですね、はい、そうです。でもうボロボロになってきちゃったので、もう一回自分でやりたいなという、こんなに剥げちゃうもんなんですか。いやー、ペボイスね、昔の自分は技術的なのもあれもあったんですね。大きいかなと思ってますね。まあでも10年以上前ですけどね。まあ外に止めとくと、はい、ちゃんとここも浜村紹介ステッカーが、当時ステッカーですね、当時もの、はい、すごいな。いやー、なんかねこの頃の日産は良かったっていうとちょっとあれですけど、良かったですよね。いや、めっちゃかっこいいです ね。もう全部良かったもんな。これもピラーレスですね。おお、 NT で、はい、いや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 、すごいな。え、このスペースはちょっと区切られてますけど、はい、どういう用途なんですか。あ、これもともと2部屋あったのを壁ぶち抜いたんですけど、はいはい、粉塵とか出る作業は、まあ、車のあるスペースでやりたくないなと思ってて、ここ囲われたスペースで作業しようかなって。じゃあパテ削ったりとか。そうですね、はい。塗装はするんですか。塗装もここでできるようにしていきたいなと思ってます。すごい、はい、もう老後は困らないですね、ここで工場、あ、そうですね、整備工場やるまで、はい、すごいな。すげえ。これじゃあ後々オールペンされちゃうわけですね。そうです、先生の手によって。はい、何年ぶりにこの車を塗るんですか。いやー、もう10年以上ですね。10年、じゃあ10年分の技術の進化も、はい、そうですね、込んで。へえ、すげえな、はあ、でいつもなんかあそこでちょっとお座りになっていただいて。あ、いいですかね、ここで。よいしょっと。ここでじゃあこういう風に車を見ながら、はい、いやー、 あの車はさーみたいな。いや、まさにそうです。今日のパテの研磨良かったなとか、はい、あのパーツ買っちゃおうかなとか。あ、それ多いですね。もうここでヤフオク見たりとか。モノタロウならあるんだけどなとかね。もう暑いですね。あ、すーげえ、はい、これもうやっぱ学生さんここ知ってるんですか。いや、知らないですよ。教えない方がいいですね。いや、教えないですよ。もうたまり場になっちゃう。これはダメですね。絶対ダメですね。ちょっと先生家行くねって言われますよ。いやいや、もう困りますよ先生、でもここまでこうご自分で、はい、まあ、工場 その、ね、建物買ったりとか割と投資だと思うんですけど、はい、そうですね。どうですか、なんかこう学校に役立ってますご自身のお仕事に。あ、そうですね、もうやっぱり毎日こうやって自分の技術磨けて、うん、はい、もうやっぱり現場離れると衰えていっちゃうので、はい、もう休日も自分でトレーニングになるので非常にいいですね。なるほど、はい、そっか、学校の先生とはやっぱ整備の現場から離れちゃうわけですもんね。そうなんですよ。もうじゃあ自分で自分の車をあえて整備するしかないと。そうです、ということで、はい、技術を衰えさせないためのマイファクトリーと。もちろんです。なるほど、はい、ただ楽しいだけじゃないんだぞと。そうですわかりました、はい、すごいな。
じゃあちょっとまた、はい、明日学校にお伺いをさせていただく。あ、どうぞ、はい、お越しください。引き続きよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。